ジャー料理めちゃくちゃです。やっぱとろろやろ、うん、竹とみやび、うん、おいしい食べ方、うん、少なめのご飯にとろろをたっぷりかけ、うん、お好みで薬味をのせ、うんうん、泳がすよこれがとろろ御膳の竹みやびみやび御膳絵が唐辛子入りいける？いい感じやね、このお店、うん、3人分やったら、まあまあ入ってる、嘘、うん、3人分入ってる、うん、おかわり自由です、麦飯、うん、ほら、うまい、おお、そうん、自然薯の天ぷら、うん、お腹いっぱいですね。もう3人もしっかり食べ終わったよ。3人分、3人前、ごちそうさまでした。ちっちゃいのなんかマスクしてる、マスクしてるよ、ちゃんと。富士見台がね、あ、富士見湯か、あ、ほやかっぱが空気の澄んだ天気のいい日には富士山を望むことができますって書いてある。ここが絶対いいと、うん、足元気をつけて、うん、おう、ふっ、よく日陰はね、すごい涼しい。ないね、なかなか。結構ね。それでは戻りましょう。富士には富士山がひょっとしたら見えてたかもしれないところ。あ、ここも綺麗な、あれが頂上か、向こうのリフトの。
1ビールと赤西貝のつぼ焼きやったと思う。多分あ、ここや、74行きます。おお、あ、涼しい。あ、海やわ。はい、失礼します。じゃあ、お荷物こちらお貸していただきます。はい、ありがとうございます。私のサイズ、外食ありますのでね。はい、特大、特大ってあるの？あ、あるんです。はい、きれい。いや、あれのなんかテトラポットの面白くない、三角ポット、あ、水平線見えてる。うん、ええ部屋やな。思ってたよりだいぶええ部屋で、うん。綺麗。あ、すごい綺麗。じゃん。なんか木やね。いいね。雰囲気ある。うん、雰囲気だけなんですけどって言われて。けど十分わかるよ、ね。この中じゃん。無分かりやもん、向こう。ちょっと歩いてみようか、前。うん。またこれあれホラーやこれ。こちらです。こちらです。あ、すごいね。ビンダマロード、なんかね、漁の時に使うガラスの瓶に LED を散りばめて、ちょっとこうムーディーな感じにしてますと。うん、ビンタマロード映ってるかな。ちょっと見えにくいかな。うん、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様、いただきます。うまい。すごい。でもね、まずは酢のまま、うん、
はい、ありがとうございます。結構ガスほらあのこのまま、うん、美味しいな。